はい、みなさん、こちらです。よろしくお願いします。ということで、今回なんですけども、ルシファー使っていきます。はい。殴り補正ということでね、ルシファー使っていくんですけども、まあね、今日の補正ね、ちょっと懸念点がありまして、何かというと、マタンがね、いそうなんだよね。やっぱね、ルシファーってね、マタンきついんですよ。特にメルベがきつい。はい、っていうことなんですけれども、そこでね、まあ、毎回そのグラケースとか積んだりもするんですけども、他にもっとこう、メルベに強くもないかなって思ったところを発見しました。はい、アビリシア。こいつ、ちょっとね、強そうだというところで性能見ていくんですけども、まあ、人によってはね、懐かしいと思う人もいれば、初めて見たわって人もいると思うんですけども、元強駒で、元マタンのスタメン駒なんですよね。で、性能が、マタン条件で相手の継続スキルか次元スキルを1つ、2ターン氷結にしますよというものでして、これもともとそのマフィリが一番強かった時代に、そのマフィリを氷結する駒として入っていたりしたんですけれども、これ、メルベ対面で初手に打った場合ですよ。うん、相手が大体そのメルベ初手に打ってくるじゃないですか。その氷結なんですけども召喚が2枚入りますよね。でこの召喚を片方を消しながらこいつを打つと残った召喚確定で氷結なんですよ。つまりその残った召喚駒を消してしまえばメルベ完封対メルベ初手最強駒を発見したということでこいつを使って、これでメルベを満たれながらルシファーで殴りを満たるっていう感じでやっていこうというふうに思います。では早速いきましょう。さあ行きましょう。一戦目来ました、メルベ。早速。さあ、ここでアビリシアを引いて、始まったぞ、これ。始まりました。これはね、これ始まったぞ。さあ、これね、初手にね、このフェレグ打ちますよと。で、相手が当然、まあおそらくね、初手にメルベを打ってくることでしょう。はい、打ってきましたね。これで終わりです。さあ、さっき言ったように、これで、片方を消しながら片方をアビリシアで氷結させていきましょう。そうすると、これでね、氷結を打つとですね、これ、継続確定なんで、こうなるんですよね。これなんですよ、これ。で、これで、こいつ消しちゃえば、相手召喚できないんで、最強です、これ。だからね、マフィリアとかにこれ入れちゃったらね、こっちも普通にマタンなのに、ね、相手のリーダーだけ止めるみたいな、そういう動きもね、できますからね。いや、快適すぎる。これやばいね、マジで。これ、ルシファーだったら最悪かもしんないですね。やっぱね、ルシファーね、殴り対面には有利なんで、ある程度そのね、デバフとか吸収とかね、使って余裕はあるんですよね。なんで、これ1枚ぐらい刺してもそこまで殴り対面に支障は出ないと思うんで、割と真面目にルシファー使うんだったら最悪かもしんないですね。おー、ナイス、ベルグレ。いいタイミング。で、まあ、サスタとフェルグも打ててるんで火力もちょっとね問題なさそうですね。さあ、いやいいね。召喚駒がないね、相手の。なんて快適なんだ。さあ、相手ギード打ってきましたと、まあ、ここはいいようにサスター車いきましょうかね。まあ、ただ相手は普通にマタンなんで普通に火力でね押し切られちゃう可能性はあるんでそこは警戒しながら行きましょう。 OK、 ささ強いよ。んーで、まあ、一応 D2 にねコンボ強い子も来る可能性あるんですけども、まあ、来た場合は消してから行きましょうか。おお、コンボ封印。まあ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 、おい、マンドラー。さあ強いですね。まあ一旦ね、鉄打ちまして、で、おそらく次のターンからね、フェルグの毒も入っていくんで、いや、この完封具合がやばいね、マジでね、ここまでね、綺麗に封印できるんですね、やばいな、これ。さあ、ここでデザイア発動、フェルグじゃねえや、イグナツもね。フルチャージで発動しますよということで打っていきます。これで毒入れて強いね。でまあ次ワンチャンファーストで飛びそうな感じはあるけど、はるまる相手削ってきたんでこれ多分飛ばせるんじゃないかな。300の吸収と特殊とで2200は削れるんで持ってきますね多分。これで打っていくと、よし初戦から完璧なムーブできたわ。これは強い。さあ行きましょう。2戦目、相手捕食魔殴り。さあ、これはルシファーの出番ですね。
これも一応ね、メデューサとか撃たれた場合はアビリシアでメタルはするんですけども、これはちょっと切っていいかな。手駒事故ってるんでね、まあ、ちょっと意味ないアビリシアにはなっちゃいますが、切っちゃいましょう。まあ、この対面的にはね、デバフが本編なんでね。はい、これ切っちゃって、本当はねこれでなんかメイリーとかね氷結したかったんですけども、まあ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 、で、あ、そう、これこれをね氷結したかったんですけども、まあまあ仕方ない。はい、ナイス、黄色、いいね、いいね、いいね。じゃあここでルシファー置きまして、デバフをかけていきましょう。で、ワンチャン次 X サスター車ありなんですよね、ギード引いてるんで。ただあんまりね攻めに出すぎちゃうと捕食でね HP どんどん回復されちゃうとちょっとまずいところはあるんですけど、これでも言っていいんじゃないかな。はい、打ちます。さあ X サスター車強いね、いいよいいよ。で、ペレツがちょっと死んでますねちょっと死んでるんであれなんですけど、さあ温泉アイシェで、まあファビオから行きますかね。ちょっと角に何を置かれるか次第ですが、とりあえず打っておきましょう。で、できれば次コンボ強い駒欲しいですね。 F4 に打つのでちょっとコンボ強めの駒を引いておきたいところはある。アラクネで捕食と、まあ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 、いやー、これね、ペレツ発動するか怪しいんですよね。なんでギード切りたくないんだけど、ちょっと置くしかなさそうかな、これコンボ的にもね、ちょっと置いとくしかないんでギード置いちゃって、さあ、まあ、右下 X に来そうかな、これは。はい、守護者右下 X と。で、シーアコンボがそこまで強くないんで、あれが一応、助けにはなってますね。こっちも守護者と、吸収していきましょう。で、このままいけば、一応その、ね、相手角打ってきた場合は、F3 から打ってメデューサ消せるんで、それはでかいですね。なんならその過程でルシファーとギードのダブコンつながるんで、そこでなんとかできればって感じですかね。ほい、さあ鉄矢打ちまして、まあダブコンしても次飛ばなそうなんだよね。なんで盤面詰める方向性でいってもいいかもしれないけど、まあ、マンドラ引いたら、そうですね、盤面詰める方向で良さそうですかね。おお、捕食、珍しい、強いな。そしてこれはね詰めましょう。こっちから行って、で、相手がこのコンボをつないできた場合、一応レシファでデバフついてるんで、ある程度で、メデューサも消したんでね、火力はそこまでだと思いますね。よしよしよし。で、右上 X 打ってしまえば、もう盤面こっちのもんなんで、それで詰めていきましょう。ファースト？いよいよ。これで一旦じゃあ、イグナーツ打ちまして、これで、盤面はこっちのもんですね。あとは詰めていくだけ。まあ、ここで、わかんない。めっちゃ回復されちゃうと、怪しいかもしれないけど。あ、本当に来た本当に回復来たけど、そんなですね。よし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 、多分火力も足んなくなることはなさそうなんで、これだと2手で押し切っちゃいましょう。これでダブコンして火力出していきます。いい火力からのファウストをギードにつないで勝ちですね。よし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 、いいね、強いね、さすがルシファー。
これをつないで飛ばしていきますと、よし、オッケー、ナイス。さあ行きましょう、3戦目相手神探。さあ神探に関しては一応氷結はねミューズとかに刺さったりはするんで、まあ一応デバフメインではあるんですが、やっていきましょう。まあこれちょっと守護者初手切りかな、ちょっとね吸収の回復分は余剰出ちゃうんですけど、まあ一旦これ切って、まあ仕打ちルシファーでも良さそうな感じはあるけど、どうなんだろうな、まあ手駒によるけど、まあ一旦ね守護者切りまして、でワンチャンね X でご利用してくる可能性がなくはないんで、ちょっと心配なんですけど、おお、ブラダマンテ、これで、いやー迷うね迷うけど一旦まあ風車でいいかな、まあ、鉄衣打ちまして、まあ、ルシファー置いてって感じでいきましょうかね。フィリプティ、そこかね、ロックが入ってないんで、ちょっとプティが釣れないんで、そこをちょっと、おお、アビリシア。これ、X にアラクとか来たら、今、アラクって言おうとしたな。アラクが来てくれれば、氷結でなんとかできるんで。どうかな、もう X からゴリゴリに攻めてくるか、一旦 B さんから来るか。おお、炭治郎打ってきた、マジか。でこれね、アビリシア打ってるとちょっとまずそうに見えるんで、これ相手カウントだよね。1200あんま出ないな。むずいね。火力も出していかないといけないんだけど、あんまり受けに行きすぎると死にそうですね。まあ、サスタ一旦こうかな。1200しか出ないんだけど、まあ、つないでちょっと火力出しておいて、ギードはちょっと持っておきたい。で、ここミューズとかだったらもう、アビリシアですね。お、コブ全部切ったか、これ。お、いいのか、いいのか。ペルツ、微妙。まあ、打っとくか。これ一応ね、D に来た時に、ワンチャン発動の可能性がありますんでね。打っといて。ハラキ。これ、アビリシアで止めようと思ったけど、そんなに意味なさそう。で、ギードここ打ちどころかと言われるとまだだと思うんで、ファウストで一旦火力出しとく。一旦こうして、さすがにここでピレカコンボをつないでこない気もするんですけどね。どうなんですかね。どうだ？だね、フェイルノートとか来るとまずいね。ノートがまずい。ほう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 。これはね、いや、これ 1.7、3枚返し危険かな。どうなんだろう。耐えるんじゃないかな。耐えるならね、一旦火力出したいんですよね。その C6 に打って、ルシコンボつないでにしたいんですよ。で、コブも両方切ったから多分耐えると思うんだよね。これで削っといて、で次イグナーツでフィニッシュしたい。どうだ、さすがにねえ飛ばないでしょこれ。デバフ相当ですよ。よし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 。で、飛ぶよね。大丈夫だよね。あ、マンドラー。あ、フルチャージじゃないんか。ちょっと待てよ。
ちょっと待てよ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、飛ばないね。飛ばないので、こうですね。これ危ねえ。これワンダーで引いてなかったら終わってたな。危な。あっぶね。油断してたな、今。さすがにワンドラ強いと。危ねえ。これワンドラに助けられたな。危なかったー、これ。これで、こうして勝ちと、危なかったっすね。よし、これで毒入れて。よし、オッケー。さあ行きましょう、4戦目。おー、混合デッキ。いやー、ちょっと怖いね。コブ、なんかメイとかね、入ってると怖いですね。で、ショッテギード。いや、まあ、ファウストかな、さすがに。そうね。さすがに、ショッテギードは打つ勇気ないな。まあ、ショッテギード切ったとしても、あの、手駒詰まっちゃうんでね、どんな道ね。おー、ティパー X。まあ、これ一旦じゃあ、お、フェルグ強っ。これフェルグか？いや、一旦ギードでいい気がするな。一旦ギードで抑えて、これで抑えまして、でコロネ打たれるけど、ちょっと痛いな。まあ、カドルシでいいのかな。うん、カドルシにしましょうか。まあ、ルシファー打って。で、こっからフェレグやら、何やらで何とかしていければいいんだけど。で、ブランジェッタもね、置きたいんだけど、置けるかな。タイミングなさそうにも見える。おーっと。それ消しかな。それ消さないとまずそうだよね、それ。残しちゃうとまずい気がするけど、消しちゃうと盤面大丈夫かな。いや、でも消すか。ちょっとそれ消しといて。さあ、どこに来るんだ。悩んでますね。イシタル速攻。これ一旦左上 X にブランジェッター置いてもいい気が。お、強い。こうでいい気がすんな。まあフェルグでもいいんですけど、ここに置いとくことによって、多分ブラジャーを消しに来ると思うんでね。そしたら、そこをフェルグとかで。置いていきながら行けますかね。これ消されなかったらラッキーなんですけど、まあさすがに消してきますよね。で、おお。まあまあまあ、一旦フェルグ置いてかな。はい。で、相手がこれブラジェ消そうとするとフェルグ残って、フェルグ消すとブランジェット残るんで、これは多分ヤーターと思いますね。さあ、これただディザイアね。これディザイア止まんないんだよな。氷結打ってもね。せこいね。せこいですね、その数。これもうね、トリプルコンボしたのありですね。飛ばされはしないと思うんだけど、いやー、そう考えたらマンドラ打つでもいいのかな。そうしますか。結構火力自体は出ると思うんで、さすがにね、トリプルコンボなんだよ。強っ。強すぎ。強っ。さすがにトリプルコンボ、これは強いわ。
で半分まで削ってくれた。よし、オッケー。これで逃げ縄ついてば多分飛ぶはず。飛ぶよな。一応石テルコンボ繋がったら怖いから、こっちから行こうか。あ、多分飛ぶと思うけどね。あ、そうか、フェルがあるんだ。じゃあ飛ぶわ。オッケー。よし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 、さらっといきましょう。神ターン。さあ神ターンはデバフなんでね、そこでメタっていきましょう。さっきも見た手駒だな。手駒事故って初手守護者と、はい、まあ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 、 X のご利用しなきゃやだな。でもさっきね、当たった人がね、ピリカと炭治郎がね両方入ってたんで、やっぱちょっと怖いよね。わあ、ギード打つかこれ。いや、仕打ちルシファーな気がするな。一旦こうかな。さあルシファー打っていきまして、さあここで何が来るか。おお、フィールノート。早めのオートはまだ嬉しいかな。これはどうしよっかな。ギード、いや、ギード大事だと思うんだよね。一旦ちょっとファビオ打っとくかな。さあ、あとにちょっと削っとかないとバリア返ってきちゃうんで、ちょっとでもファビオで削っておきましょう。さあ、これで X に来るかどうか。ちなみにファビオ打ったのは X と来る可能性もあると思ったんで、ファビオ先に打ったんですけど、ブラジェ、ここを押さえて角ブラジェかな。ブラジェ E4 から行ってもちょっと渋い気がするんですよね、これ。そうだね、一旦ちょっとじゃあここでギード打って2倍コンボではあるけども、ちょっとここを押さえてくんないかな。ただここで炭治郎とか来たらまずい。相当まずい。ピリカだったらまだなんとかなるかもしれない。頼む、やめてー、やめてー、炭治郎やめて。おお、よし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 。ただこいつもね、コンボ大概やばいんで、ちょっと消しておきたいんだけど。マサキブランジェッタだねー。ちょっとどうしようかな。ここでディガンマ消した場合、まあ一旦角かなー。いや、このディガンマコンボ強いんでね、怖いんですけど、まあ、ディガンマコンボ繋いできたら、こっちもサスターシャー C1 から押していく感じになると思うんですけど。ここでフェルグかマンドラ引いてくれれば、だいぶやりやすくはなるんですけど、ファクタク、痛すぎと。おそらく最後の1枠フェリア、フェリアじゃないや、ニューズですかね。おお、本当に来た。おい、来たぞ。本当に来たぞ。え、ってなると、ってなると一旦こうですね。一旦こうでデバフしながら回復と吸収入れます。いや、これでかい。え、マジでこれでかい。で、2倍コンボであるけど、さすがにデバフ2枚だから速攻まれてないはず。ああ、ピリカ。ピリカ来ちゃった。え、でもここで吸収入るし、デバフはあるんで多分耐えると思うんだよな。サスター打つでしょ、これで吸収毒って入れます。で、プティも引いてないんで多分飛ばないはず。で、あと1枠はミューズだと思うんで、多分炭治郎も入ってないから、これはこれはいけそうに見えるけど、よし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 。で、冷静にいきましょうか。とりあえずコンボをつながれないようにいきたいので、まあ、リーニーでいいかな。こっちで良さそうかな。
こっち打てば相手コンボがないので、あすごいゴリ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 にクラリーチのコンボがさえました見逃してた、ゴリゴリつながったわ、すごい。まだデバフあるんでね、さすがに1枚返しは大丈夫と。しかもなんなら今イグナーツで飛んでましたすいません、本当にすいません、あふざけてるわけではないんですけど、ちょっとね、いろいろ見落としがひどかったですね。まあ、とりあえず、勝ったんでよしとしましょう。よし。ちょっともう一戦行くか。もう一戦行こう。さあ行きましょう。本当のラスト、神タンですね。神タン多いね。本当はね、アベレージャー、おーおお、来た来た来た。ただ神タンさっきからね、あんまり永続系打たれないから、あんまりアベレージャーがね、活躍しなさそう。だから逆にミューズ打ってほしいまである。そしたらね、活躍がね、見えるんでね。アベレージアの。これ、初手は、リーニーですね。リーニー打って、よし、ファー打って。これ、ワンチャンね、B さんの、アベレージアとか結構厄介かもしれないね。相手がミューズ置いてきたら、それでいい気がする。いいね、宮妻大集合。助かる。これマジで助かる。いいよいいよ。宮妻マジ大事だからね。ルシファーこういうバフ対面するときの。きた、これ止めます。これ止めます。いけ。さあこれで、あやめさんさようならします。まあ、さよならっつっても、2ターン後には帰ってくるんでね、そこまでには何とかしないといけないんですけど、まあ、一旦止まるだけでもでかいからね。さあ、相手ベラダマンテと。で、ここでブランゼッタ置いて、ここでね、春秋を氷結したら、やばい。もう勝ち確まである、そんなんしたら。いけ。あ、すごい、すごいです、これひどいこれはひどい、これはひどいねこれ春秋が凍ると何ができるかっていうとね、これですね、なんとこうするとあやめ消しながら次春秋のコンボ食らわないんですよ。最強最強です、これこれやばいね。やっぱこいつ刺さったらバケモンなんだよね、アビリシアね。こいつやばいわ。こら強いっすわ、マジで。で、フェルグあるし、で、宮園もね、残せるからね、これで。これぶっ刺さったね。油断すんな。一旦こうかな。一旦こっち打って、ちょっとディガンマコンボはね、避けるようにして、吸収毒。で、ここで半分切ってくれたら、フェルグ発動圏内なんだけど、多分、一旦なんかバフ系とか置いてくる気がするんで、そうだよね。なので、ここは一旦発動しないと。で、ちょっと4枚返しになっちゃってるんで、ちょっとそこをギードル抑えながら、これ多分でもフェルグコンボ繋いでいい気がするな。こうなってくると。繋いでいいね。繋いで、火力出しといて、多分ここで半分切るんで HP ね。そしたらフェイグの毒も入るし、ブラジェコンボも空いてるんで、それ込みで多分飛ばせるんじゃないかな。さあさすがに飛ばせはしないと思う。2倍、あまずいそれはね、まずい。それはまずいよ。ちょっと待てよ。ね、ちょっと待って。2200削れるか、25の35、6000出ればいいのか。いけるな、いけるね。これ飛ぶね。よし。からの。毒強い、よしよし。これ、ぶっ刺さったね、今のね。強いね。
はい、ということで今回ですね、アビリシアリルシファー使っていきました。いかがでしたでしょうか。いや、強いね。いや、これ強いと思うわ。ルシファーとの相性やっぱいいですね。うん、殴りタイミングに関しては普通にルシファーで、デバフと吸収あるんで、そこで、まあ強いですし、メレベっていう振り対面に関しては、アビリシア1枚で止まるんで、初手に引ければね。これ1枚で止まっちゃうのが本当に強いっすね。初戦のね、あれ本当に綺麗でしたね。もうああいう感じでぶっ刺さるんで、はい。で、あと、最終戦の、刺さり方が異常でしたね。あれやばかったね。やっぱあそこまで行くとマジで強いね。アビリシアさすがに強いと思いますね。なんでよかったらお試ししてみてください。ってことでまた、次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。